仕事もなくし、男もなくし、何にもなし、みたいな。これもミカと買ったやつだし。なんか忘れてると思ったわ。これこれ、ミカのお気に入りティーじゃん。なんで忘れた？あ、ミー君の。どうぞ。いらないわ。あ、でも持っていくか。今日から働けます。おお。日払い、年齢、太い、太い？不満？え、どっち？時給2000円？ひゃあ、もしもし。あの募集見たんですけど。あ、はい、今すぐ行きます。長女をミカです。この子めっちゃお酒飲みますよ。はい、ぐいぐいいっちゃいますよ。ここの全部いっちゃいます。全部？本当か？金払えよ。やだそれ。電話の。あ、はい。ちょっと待ってて。あ、いや、私たちもう帰りますよ。大丈夫です。大丈夫。ごめんね。お願いします。連絡するから。ありがとうございます。じゃあ、座って適当に。おばさんじゃん。36？ あ、もっと言ってる？あ、いや、そんな言ってないです。そう言ってもさ、実年齢より見た目だから、こういうとこは。自分いけると思った。あ、年齢不問って書いてあったんで。年齢太いね。あれ不問じゃなくて太いって読むから。別にミカちゃんが太いとか言ってるんじゃなくて、そういうことだから怒んないでよ。あとさ、綺麗めなワンピースとか持ってる？あ、はい。持ってないか。ありますよ。柄は？千鳥柄。千鳥柄？おばさんじゃん。てか何その T シャツ。お気に入りなんです。すごいね、センス。はい。熟女パブとか知ってる？え、知らない？え、何？トイレ？トイレ借りてもいいですか？ああ、いいけど。あれ、荷物持ってくの？はい。あ、なんか盗む気でしょう。あぁ！え？え？なんでなんで？え？不問だっつーの。さっき調べたわ。そう。
ちょっと待って。電気つけて。よかったら。え？じゃあ一本だけ。いや、いいよいいよ、あの箱ごとどうぞ。え、いいですいいです。いや、いいのいいの、俺メンソールするとエホエホしちゃう。え、それだ、元カノな。それ全部元カノさんのですか？ああ、いや、そういうのもあるし、俺と買ったのもあるし。私今日から働くことになったので買います。大丈夫です。え、何も採用電話。はい。今のあ、飲み行きます。ちょい高ですけど大丈夫。愛の500円ちょっと。え、それちょい犯罪じゃないですか。大丈夫大丈夫